宇宙から戻ってきたので先へ進みたいと思います。ここはホームですね。昔は列車を運行していたようです。線路の脇に小道があるのでそこを進んでいきます。No trains have been through here for a long time. That was part of a pattern. Large pieces of this country were thrown away, doomed to become, and then remain, the worst versions of themselves. Beneath all that rot, dark things grow. このレッドクリークバレーは、美麗に作り込まれていますね。美しい自然に囲まれた湖畔の集落、人気がなく錆びた線路に錆びれた建物、ノスタルジーとファンタジーを感じさせてくれます。息を呑むほど美しい風景です。制作スタッフはポーランドでロケハンをしたらしく、1800年代中盤にノルウェーから移築した古い教会や実際の廃屋、錆びれたトンネルなどを撮影し、山奥の霧や空気感などにもこだわって再現したようです。2軒の住宅が見えてきました。まず右手に見える赤い屋根の家に向かいます。3階建てでしょうか。ここは食堂でしょうか。この家の間取りを暗記してください。なぜかってそれはあなたは探偵なのですから、建物に入ったら間取りを覚えなければいけないのですよ。 What did you do? What did you wake up? Nothing! I found a room, I walked into it, that's it!2階へ上がってみます。Pop, they're getting worse. They keep talking about this thing, this sleeper. I know. What I don't know is if it's real or not. 眠れるものとは一体。Wants Ethan. You're crazy. 3階に向かいます。ここは屋根裏部屋でしょうか。家の中を見終わったので外へ出ます。次は先ほど左手に見えていた住宅へ行ってみましょう。
我は汝を召喚す。骨なき者よ、深淵の主よ、船の破壊者よ、風どもに恐れられる者よ、聞け。偉大なる地獄の大臣ホカロルよ、我は汝と契約を結ばん。我が敵を惑わし、我が所有物を守らんがため、爆乱の諸扉を用いて彼らの判断を曇らせよ。虚偽と感知もて道を封じ、真実の部屋の中をすべて知る者のみを通らしめよ。アグロン、テトラグラム、バイケオン、スティミュラマトン、エズファレス、テトラグラマトン、オライアラムイリオン、エシティオン、エクシスティオン、エリオナ、オネラオラシム、モズム、メッシアス、ソテルエマヌエル、サバオスアドナイ。我何時をあがめ呼び出さん。アーメン。光を通過すると、家の中は先ほど見たような場所のようです。赤い屋根の建物の間取りを思い出してみましょう。同じ間取りを再現すれば、きっと何かが見える。名士探偵ポール・プロスペロにとって、これくらい朝飯前のはずです。ここで最後です。ここは。昔、古い家に魔術師が住んでいて、飲むと未来が見える薬を作っていた。谷の村から人々が魔術師の家にやってきて、自分たちにも薬をよこせと迫った。俺たちだって未来が見たい、と村人たちは口々に言った。しかし魔術師はダメだと言った。村から来た人々は怒って、魔術師の家を燃やしてしまった。しかし、魔術師はこうなることを予見していた。薬を作る部屋にはすでに呪文をかけてあった。家は燃えたが、部屋は燃えなかった。村から来た人々がいくら待っても、魔術師は二度と出てこなかった。Why are you standing there? You spying? No. No, huh? What the hell's wrong with you exactly? Nothing. You need to stop leaving your stupid stories around. They're freaking everyone out.